では心理学園や中高の生徒にインタビューしていきたいと思います。こういう高校もあるんだよっていうことをみんなに知ってもらいたいし、心理学園チャンネル、こんにちは。心理学園チャンネル始まりました。本日は心理学園や中高の生徒にインタビューしていきたいと思います。私は1年生で担任をしております小林です。はい、英語科の担当をしております小松と言います。よろしくお願いします。3年の翔吾です。お願いします。2年の夏穂です。お願いします。じゃあ早速生徒にインタビューしていきたいと思います。心理学園チャンネル、それでは早速インタビューしていきたいと思います。はじめに中学生時代のことを聞きたいんだけど、どんな中学生でしたか？じゃあ翔吾から。ほとんど行ってなかったんですね、学校には。で、家に引きこもってゲームばっかしてましたね。じゃあ中学校1年生の時から全く中学校行かずって感じだったの？そうですね、小学校の時からやっぱちょっと不登校気味で、で、中学校入ってからもなかなか通えなかったって感じです。あ、でもなかなか通えなかったのね。じゃあ夏葉はどうですか？うん、私は中学の1年生の中盤から行かなくなって、いろいろ病気とかの関係で行けなくなっちゃったんですけど、ずっとお家で寝てましたね。じゃあ体調とかの、まあ、あって中学校1年生の中ぐらいから、まあ、なかなか、ね、行きづらくなっちゃった。体調の不安とかが結構大きかったね。では次に心理学園と出会ったきっかけを教えてください。では翔吾氏からお願いします。あの、母親がネットで知って、それで知りましたね。その後じゃあオープンスクールとか学校説明会とか。そうですね。ありがとうございます。そんな感じです。そんな感じで、はい、はい、では夏葉氏お願いします。私はあの担任の先生にこういう高校あるよって教えてもらって、本当は私そういうのをちょっと行きたくなかったんですけど、担任の先生に行ったらお菓子買ってあげるって言われて知りました。じゃあお菓子がなかったら今頃そうですね、いないかもしれないですね。ありがとうございます。心理学園グループ新機構を開校します。詳しくは概要欄をチェック。心理学園チャンネル。では続いて、まあ、実際中学校の時に見学にして、まあ、入ろうって決めて、まあ、実際入ってみての感想を聞きたいんですけど、ズバリ実際入ってみてどうでしたか？じゃあ翔吾。毎日楽しいですね、普通に。楽しい、はい、ですね。確かにそうだね、今まで通えてなかったけど、今はね、毎日通えてるもんね、ちゃんとね。撮影入ってるからとかじゃなくて、楽しい。まあ、よかった。じゃあ、那須はどうですか？私はもう翔吾氏と一緒なんですけど、もう入ってなんか担任の先生第一印象めっちゃ怖かったけど、なんかめっちゃいい人やみたいな。でも先生みんないい人だし、もうめちゃめちゃ楽しいです。皆さんもね、今ね、朝ね、遅刻もせず毎日頑張ってるもん、ね、頑張ってるから頑張ってる。では授業の方はどうですか？正直に教えてください。正直に、はい、お願いします。正直に言うと全然わかりやすいです。そっちか。で、先生もフレンドリーなので、すごい会話も面白くて楽しいです。では、何の話をお願いします。いや、もう本当に、いや、撮影入ってるとかじゃなくて、普通にもうこの二人のもう先生の授業が私は大好きです。もうそれのために毎日学校来てます。ありがとうございます、はい、すごく嬉しいです。今後とも、あ、もうお願いします。お願いします。はい、ではコース活動について聞きたいと思うんですけど、参加しているコースについて教えてください。じゃあ翔吾からお願いします。僕は音楽コースに参加しています。めっちゃ楽しいですね。家とかだとあんま音量気にして弾けないんですけど、音量気にせずに弾けるんでめちゃくちゃ楽しいです。ショーが何の楽器やってるの？ギターですね。ギター、はい、ありがとうございます。じゃあ那須さんに聞いてみよう。私は音楽の練習コースがあるんですけど、そこで、まあ、それこそショーゴ氏と一緒にセッションしたりとか、好きな歌とか歌ったりしてて、もう
めちゃめちゃ楽しくて、いやもう何よりセッションめっちゃ楽しいです。私もたまに混じってね、そうですね、めっちゃ楽しいですね。10月より秋の学校説明会を開催します。詳しくは概要欄をチェック。ベリー学園チャンネル。ではお二人の将来の夢を教えてください。では消防士からお願いします。僕は、ギタリストになるのが夢です。ギタリストって実際にテレビとか見てたり、なんかライブやったりみたいな。そうですね、大きい会場でライブができるようなギタリストになりたいなと思っています。じゃあその時はきっとお待ちしてます。お願いします。お待ちしてます、はい、では夏橋教えてください。私はなんか小学生の頃からずっと子供と関わる仕事に行きたくて、でけど高校に入ってから音楽も始めたのでそっちの道も考えてはいるんですけど、まあ今のところ迷ってるって感じですね。娘を預けたかったです。あー、もうぜひ。では最後にこの動画を見てくれている中学生にメッセージをお願いします。じゃあ翔吾さんお願いします。まあ僕もそうだったんですけど、多分行けてない子が多いと思うので、中学校とかに、まあ学校に行けてなかったとしても、今僕もこうやってこの学校に入って毎日楽しく過ごせているので、行けてなくてもそこまで悲観することはないかなと思います。絶対にいい未来が待っていると思いますので。ありがとうございます。じゃあ、ラツさんお願いします。はい、私はもともと中学校2年生から特別支援の方にいたんですけど、もう高校がもうそう言っちゃうと普通校に通うことが難しいって言われてるんですよ、特別支援に行っちゃうと。で、けどこういう高校もあるんだよっていうことをみんなに知ってもらいたいし、特別支援だからといって支援の高校に行くっていうことだけじゃない、もうこういう高校もあるので、特別支援だからとか不登校だからとかじゃなくて、もういろいろ視野を広げてみてください。要するに人生はロケロール詳しく知ってもらいたいので、学校説明会が11月27日でありますので、詳しくは概要欄の方をチェックしてください。チャンネル登録高評価お願いします。お願いします。それではバイバーイ。